はいどうも、レーゲルンです。今回はですね、皆様から募集させていただいたライブに関するお悩み相談ということでですね、いくつかご紹介の方させていただきたいと思います。打天使キューベイさん、19歳の女性の方からいただきました。ありがとうございます。現地ライブに一度も行ったことがなくて興味はあるんですが、人見知りなところもあってなかなか勇気が出なくて、そこで質問なのですが、実際のライブ会場ではどんな雰囲気でしょうか。そしてもう一つ、ジャガビー君様からいただきました。男性の方ですね。新曲が披露されるとどうコールすればいいのか分からずに困ります。特にこの情勢が変わって声が出せるとなった時にどうなるのかが少し心配ですね、といただいております。ありがとうございます。同じような、お悩みをね、抱えてる人ももしかしたら多いかもしれません。現地ライブに行ったことがなくて、ちょっと不安、どういう雰囲気なんだろう。そしてですね、またコールとか全然分からないのに現地ライブ初めて行った時に楽しめるんだろうかみたいなね、そういう不安な気持ちを持っているね、方々も結構多くいらっしゃるのではないでしょうか。ということで今回の動画ではですね、そんな、現地に初めて行くけど本当に大丈夫なんだろうか、自分は楽しめるんだろうかっていう方向けにですね、全然大丈夫です、初回でも間違いなく楽しむことができます、というポイントだったりとか、まあそんな不安感を消し飛ぶ説明なんかもさせていただきたいと思います。今回は3つの項目に分けてですね、1つずつ説明させていただきたいと思います。まず最初にその項目を、説明させていただきますね。1、発言時でも楽しめる。2、会場の雰囲気は。3、コール知らないけど楽しめる。この3点に分けて、説明していきたいと思います。あ、まず最初にですね、こちらの動画視聴くださってる皆様で僕のこと全く知らないよって方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、一応補足としてね、はい、言わせていただきます。私、ライブに関してはラブライブというコンテンツのですね、現地ライブ、こちら、今これ貼り出してる分だけ、現地ライブの方に参戦させていただいてる、まあこちらがリストになります。はい、もう、数々多分20公演ぐらいは、現地には、行かせていただいてると思います。まあファミとかも含めるんですけどね。なので誰だこのおっさんってなった方はですね、まあ、一応これだけは言ってますよっていうことの説明だけまず、置いておきますね。1、発言時でも楽しめる。まず最近の情勢がですね、少し軽くなってきてて、やっぱりライブの回数って増えてきてます。でこのタイミングで現地参戦が初だよっていう方大変多くいらっしゃると思います。めちゃくちゃ不安じゃないですか。うん、初現地ってね。うん、やっぱ今までは配信とかで見てたけど、いや、現地ってマジでどんなんなんだろう。なんか雰囲気に飲み込まれちゃったらどうしようとか、いや、なんか一体どういう応援の仕方したらいいのとか、多分不安要素がいっぱいあると思います。でですね、初現地でも楽しめるだろうかということで、まず最初にお答えします。楽しめます。間違いなく楽しめます。むしろ、初回っていうワクワクが重なってるわけなんで、余計に楽しめると僕は思います。実際だから僕、そのラブライブシリーズの現地ライブの初参戦って、ミューズのファイナルライブやったんですよ。確かに会場はめちゃくちゃ広くて緊張はしました。いや、マジで、でっけ、東京ドームやべえって思ったんですけど、その分ね、やっぱり初のワクワク感っていうのはもうめちゃくちゃ重なってあったので、今から生キャスト見れるんやっていう楽しみの方が勝っていたのでね、不安よりかは。なので、もう全然ポジティブに考えていただいて構いません、もう。楽しさ倍増なぐらい。でですね、公演の途中にキャストさんもですね、今日初めて来てくれた方みたいな感じで煽ってくれるタイミングって結構あるんですよ。だからその時にね、こう正直にね、手を挙げてみると、実際にキャストさんに対してのアピールにもなるし、周りの人からしても、あ、この人初に来てくれたんだっていうアピールにもなるので、一石二鳥でね、逆にその、なんだろう、初回特権みたいな、初回特典みたいなのがね、あるんですよ。さらに言うとね、まあ僕は別に子さんってわけじゃないんですけど、こう長くね、現地ライブ何回も何回も数稼いでね、参戦している方からするとですね、そうやって初めて来てくれた方で手挙げた人に対して、おっ、ここの会場初めて来てくれたんだ、このライブ初めて来てくれたんだ、やばい、めちゃくちゃ嬉しい、マジで原石だわって、こっからいろんなライブいっぱい楽しんでほしいなっていうことをまず僕の場合ですけど最初に思います。本当にね、初めて、初回の現地の方ってマジでね、まあ古参というか、まあ古い方からしたらマジで原石なんですよ。うん、
そうそう、だからなんかめちゃくちゃこう大事にしていきたいし、なんかこうどんどんといろんなとこ行ってほしいなっていう気持ちもあるので、なんかね、その僕らからしてもすごい嬉しい気持ちになります。なので初回だから何かが劣ってるとかいうのは全然ないので、もうむしろ俺は初回だぜ、今から今日楽しむぜ、対戦よろしくお願いしますぐらいのノリで来てくれて全然大丈夫だと思います。2、会場の雰囲気は、でもね、いくらこうね、そんなあの大丈夫って言っても、いやいや待ってくれ、いやでも不安なんやってっつってね、いやだって初会場でまず雰囲気がどんなんかわからんやんって、それはもういろいろあるかもしれへんし、やっぱりこうなんか自分がその雰囲気にこうなんだろう順応できるのかだったりとか、そういう不安感ってめちゃくちゃあって絶対に怖いですよね。しかもなんかこう自分がここに立ってて、その周りの人とかってね、結構なんかうわなんか全員なんか初心者じゃなさそう、なんかめっちゃ常連そうみたいな雰囲気、わかりません？この感じ、なんかもう周り全然なんか初心者って俺だけじゃね？みたいな、なんか変な感じにね、やっぱり雰囲気に飲まれてしまうことって多分あると思うんですよ。これ僕あのお渡し会現象だと思ってるんですけど、あのお渡し会の時ってあのキャストさんのね順番来るまで待ってる時に、なんか知らんけど周りのみんなって結構なんかラフに全然緊張してませんみたいな感じに見えちゃうんですよ。実際にみんなめっちゃ緊張してるんですけどね。そう、なんか緊張してんの俺だけなみたいな、なんかそういうなんか変な現象にねなっちゃうことって、でもそれってやっぱり初でその雰囲気知らんくて緊張してるからこそそういう視野になってしまうってことだと思うんですけども、まあただね、言わしてもらいます、意外とねそのライブ会場に来てるお客さんの約3割ぐらいは初現地の方です。いやいや待てと、え何そんな突拍子もないデータも取ってるわけじゃないのにって言われるかもしれないんですが、あのまあ大体ですよ。ただね、結構さっきも言ったんですけど、ライブの時にそのキャストさんが今日初めて来てくれた人っていう煽り方をするんですけど、結構みんな手挙げてるんですよ。毎回行くんですけどね、いろんなところに僕も行ってるんですけど、毎回大体3割ぐらいの人が手挙げてるんですよ。これはもうマジで僕が見てきたっていうそのまあ一個の情報ね。うん、まあただそのやっぱりこうこのキャストのライブには行ったことあるけど、今回の、私たちの、ライブに見に来たのは初めてみたいな人もカウントされるんで、まあ一概には言えないんですけどもね。まああともう一つ、まあその信憑性のあることで言えば、私そのライブ会場いろんなとこね遠征するたびにですね、まあちょっとファンの方だったりとか視聴者の方だったりとか、あと演歌させてもらう機会が結構あるんですけど、その演歌させてもらう方々と喋っている時でも大体3割ぐらいの人が今日初めて現地ライブ見に来たんですっていう人が割と多いんですよね。そう、意外に多いんですよ。そうだからこそ心配しないでほしい。一列あったらマジでそれの、もうなんだろう 30% ぐらいがもう多分初現地の人だと思います。はい、そのぐらいの気持ちだから、自分だけが初心者じゃない、初現地じゃないっていうことをまず思いましょう。周りにも自分と同じ境遇の人はたくさんいます。大丈夫です。でですね、まぁ、ちょっと話を戻って、じゃあまぁ、結局会場の雰囲気ってどんな感じなんってね、まぁ思った方多いと思うんですけど、もうはっきり言ってね、超楽しいです。はい、まあ楽しいっていうだけだったら、まあまず語彙力がないんですけど、そもそもまあラブライブのコンテンツってね、もう長年ライブをやってるわけですよ。はい、もうミューズちゃんがもう初期の頃からずーっとです。はい、ずーっとライブやってます。だからもうライブのその作り込みだったりとか、まあ年々クオリティが上がっていってて、やっぱりそのお客様をどれだけ楽しませようっていうことがマジでにじみ出てる現場だと思うので、もう初心者とかもうなんか古くからいてる人とか、もうまるで関係なく、もう全員が一体として楽しめる雰囲気作りになってるっていうのがラブライブの現場だと僕は思ってます。でですね、まあその雰囲気作りこそやっぱりキャストさんのね自力だったりとか、オーディエンス、それこそまあ子さんライバーって言いましょうかね、まあ子さんの人がどれだけこう周りを引っ張っていくかみたいな、そのキャストさんとオーディエンスの駆け引きみたいなのも結構重要になってくるので、ここの詳しい説明は次のコラムで説明したいと思います。3、コール知らないけど大丈夫？オッケー、まあ雰囲気は楽しいのはまあ分かった。でもさ、コールとか全然分からんねん。なんかもうみんないろいろ言うてるやん。なんかそんなコールとかさ、でもなんか全然勉強もできてへんしさ、もうその不安感が強すぎて半端ないっていう方いらっしゃると思います。全然大丈夫です。もう正直雰囲気とノリ、これだけで大丈夫。まあ先ほどもちょっと言わせてもらった通り、まあキャストさんとですね、まあオーディエンスの駆け引きが結構大事って言ったんですけど、やっぱりね、それこそキャストさん
とかもいい感じに煽ってくれるんですよ。だからもう別に初めてでコール知らない人でもあろうが、そのキャストさんの声掛けに対して反応すれば、とりあえずあのコーレスのキャッチボールはまずそれでできるんですよ。で一応ね、その楽曲コール、まあだからその歌に入れるコール&レスポンスとかも、まあ結構ね知らん人多分多くいらっしゃると思うんですが、まあぶっちゃけた話、かつてのミューズとかアクアのこう前半ぐらいまではね、その楽曲、この曲はこのコール入れるみたいなのが結構成り立ってたんですけど、最近の曲ってね、なんかそこまでこれはこうって決まったコールはどちらかといえばないような、印象を受けますね、個人的に。うん。なので僕自身別にこの曲はこういうコールとか全然別に覚えてるわけじゃなく、マジで雰囲気です。まあおーはいとかはいはいのレベルです。もうこれやったらもう周りに合わせとけばもうなんとでもなります。全然大丈夫で、別に言えへんからって言ってなんかその恥ずかしいとかそんなもんまるでないので、うん、まあそれなりのノリでね、とりあえずブレード振っとけば大丈夫です。まあ実際今はその声出されへんからもうブレード振るだけになると思うんですけどね。まあ拍手のタイミングとか、もう拍手のタイミングとかなんならもう周りに合わせとけばもう全然大丈夫なんで。まああと一つだけね、そのラブライブシリーズの現場で、ね、まあ一つだけこう共通してる、まあそのコール&レスポンスがあって、それがまあメンバーの、自己紹介コールなんですよね。うん、まあコール&レスポンスなんですけども、そちらに関してはいや全然わからん、これはさすがに覚えといた方がいいんじゃないって方もちょっといらっしゃるんじゃないでしょうか。まあそれに関してはね、まあ最近はですね、そのやっぱ声が出されへんから、まあキャストさんもうまいことをこう拍手で返してくださいねみたいな感じでね、やっぱりこうそういう煽り方をしてくれるんですけども、まあそのでも声出せるようになったらさ、メンバーのコール&レスポンスわからんかったらちょっと不安じゃないですか。まあ一応、私の動画ですね、ミューズからまあにじちゃんのまあまだ9人の時点ですけど、あのメンバーのコール&レスポンスを一つにまとめた、紹介動画が存在しますので、もしちょっとメンバーコールだけでも覚えときたいなって方はこちらの動画をね、参照してくださると、幸いでございます。はい、というわけでね、3つのコラムに分けて、ここまで説明してきましたが、いかがだったでしょうか。まあ少しなりし、まあちょっと現場まあ初やけどちょっとまあいけるかなぐらいの気持ちにね、慣れたんじゃないかなって、まあ慣れてくれたら嬉しいなって僕は、すごいこの動画を通して思います。でまあ最後にね、まとめとして、初回の現地参戦でまあ一番重点的に置いておきたいポイントをまあ一つだけまとめて紹介させていただきたいと思います。とりあえず初回は現地の雰囲気を楽しむ、これです。もう本当にこれに限ります。まずはとりあえずどんな感じか、今までライブビューイングだったりとか配信でしかライブ見たことなかったけど、実際の現地でキャストの生音声ってこんな感じなんや、他のお客さんと一体感が生まれて一緒に応援するってこんな感じなんやっていう、その雰囲気をまず重点的に楽しんでください。とりあえずそこからだと思います。まずその1回、初回の1回ってめちゃくちゃ貴重なんで、本当にそれだけをね、ポイントに置いて、楽しめれば、多分1日ね、もう終わった時に、うわ、めちゃくちゃおもろかった、満足できたわーっていう終わり方に、なると思いますのでね、ぜひぜひ初めて現地ライブにね、参戦される方は、まあそちらのポイントだったりを、ちょっとこの脳裏の片隅に置きながらですね、まあ本当に全力で楽しんでいただければ、幸いです。最後にですね、いやまあでも現地に行くんやけど、でも初めて、持っていくもんとか全然わからへん、しかもなんか会場でその手続きすんのとか、どうしたらいいの、もしですねそういう方がいらっしゃいましたら、こちらの動画を、確認してみてください。こちらの動画ではですね、初めて、ライブに行く方向けにですね、これだけは持っていっといた方がいいよだったりとか、会場に着いた時に、こういうことをやっておいた方がいいっていうことなどをね、まとめて、まあちょっと茶番風にはなるんですけど紹介の方させていただいております。はい、またこちらもね、チェックしてみてください。ということで、今回の動画はこちらまでにさせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。レイヤルンでした。では、ね。